mami tuko sita.北の国からこんにちは、牧本でございます。今日はオフの日、はい、今日はオフの日の一日をね撮っていきたいと思います。まあいつもと変わらないオフの日常ですね。それを映していきたいと思います。もう最近フィンランドね寒くてね、今16度17度ぐらい、まだ8月なんですけど北を感じてますね。それでは早速レッツゴー。はい、今からボール蹴ってきます。着きました。早速準備していきます。今日人少ないね、グランド。子供の公園離れか、これ。ゲームなどの発達により子供の公園離れか。今日もこいつでモレリア。高1の時にねこのモレリアに出会ってね、かれこれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 年間もうずっとモレリアしか履いてないですね。だからナイキとかアディダスの新作とかのスパイクの名前とか全く知らないですね。モレリア一筋。ちなみにモレリアをこっちで買おうと思ったら4万円ぐらいするらしいです。よし、15,000.
Say hello. Hello. Hello, Japanese fans. Hello. It's the best player in the world. Oh, thank you. Do you know the Japanese player? Professional Japanese player? No. Do you know Mitoma? Yeah, yeah, I know. Mitoma, yes, he played in Brighton. Yes, he's number one. Yes, he's number one. No. But where not, but I wanna. Yes, he's where very good. Where you are from? Where you are from? I'm Japanese. Japan. But I'm from Japan. What city? City, Hiroshima. City, Hiroshima. Yeah. Yes. Like historical city. My favorite been there. Yes. Okay. Ciao, no, no. Ciao. Ciao. Okay. Ciao. Good luck. Good luck. Subscribe. Please subscribe. Please subscribe to his channel. Subscribe. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Yes. See you later. See you. あかん、予想以上に子供がめちゃくちゃ増えて、これはもう帰りますわ。まあ、ちょうどよかったっす。オフなんで、まあそんな強度を上げずに2日後試合もあるんで終わります。かわいいね、海外の子供かわいいわ。多分6歳7歳くらいだけど、もう英語喋れるってすごいな。おい、今帰んのかよ。ほんで今靴下脱いだとこやぞ。お疲れ様です。おいよ、はい、帰ります。帰ってシャワー浴びてランチ行きます。俺が帰る時になって子供たちが全員帰った。昼ご飯から帰ってきました。はい、今から30分ぐらい英語の勉強していきます。YouTube で英語で喋る英語を使った、まあ、YouTube 投稿してる人いっぱいいると思うんですけど、そういうなんか YouTube を見るのが僕好きで、まあ、YouTube 見てますね。勉強というか。YouTube 見ます、今から。まああと5、6年かかるかな。果てしない旅ですよ。まあ着々とやっていきます。マキモチャンネル。完璧 YouTube 撮るの忘れてたんですけど、ほら、サウナ来て、はい、もうサウナ今終わりました。YouTuber 失格だ、もう。完璧忘れてた。サウナの近くにね、アラビアっていうね、北欧の食器の有名なやつがあるんですよ。ちょっと初めて来てみます。初めて行ってみます。
んにちは。はい、ストレッチ終了。よろみげし作ります。完成。いただきます。塩辛子。あー、うまいね。味噌汁がいっちゃ、味噌汁がいっちゃな。あんまいいお風を過ごせましたね、今日は。ベジセカンド。米しか勝たん。ブロッコリーにはね、このブロッコリーの芯のとこに栄養が含まれてるらしいです。ごちそうさまです。はい、はい、皆さんお疲れ様です。現在夜の10時半なんですけど、こんな感じで今日のオフは終わりたいと思います。まあ海外サッカー生活ってまあこんなもんです。結構孤独なね、戦いなんですけど、まあ、良くも悪くも時間があって、まあ、大学生活にすごく似てんのかな。だからまあ自分次第で変わることはできると思うんで、はい、その辺も、何喋ってんだろう。なんか真面目な話になってんの。まあその辺も 大切ですよっていうことは伝えてきました。はい。で、あさっては試合ということでね、試合で結果出せるように、また明日も、いい一日を過ごしていきたいと思います。僕はすごく疲れたんで、眠りにつきたいと思いまーす。また次の動画も見てください。じゃあね。